6月23日に登場するポケットモンスターブラック2ホワイト2、その新要素が早くもアニメで登場するぞ。まずはポケウッドじゃ。ポケウッドとはたくさんのシナリオをもとに自分だけのオリジナル映画を作ることができる場所なんじゃ。そんなポケウッドにサトシたちが挑戦する映画対決出撃一種防衛隊は6月7日放送。行け、メカパンギラス。メカパンギラスとは一体。そして新たなジムリーダーが登場、その名はコミカ、毒タイプポケモンの使い手だ。一種リーグ出場をかけたコミカとのジム戦は6月14日の1時間スペシャルで一気に放送じゃ。これは絶対見逃せないぞ。